皆さんこんにちは、ミカミックスです。聖剣伝説レジェンドオブマナー第14回やっていきたいと思います。まあ最近はね、ドラゴン系のイベントが進んできて、さらにアーティファクトもね1個あって、また多分ドラゴン系のイベントが進むのかな。まあそちらをやっていく前にですね、前回のダンジョンでオリハルコンを手に入れたんで、ちょっとオリハルコン製の武器を作りましょう。まあ普通に考えればオリハルコンはかなり上質な金属なんで期待はできる。で、まあずっと両手剣で申し訳ないけど、両手剣が使いやすいんで両手剣製を作っていきます。あれ、オリハルコンとかなくね？え、オリハルコンってこれで作れるわけじゃないんだ。強化できるかな、じゃあ。防具じゃなくて、防具を作るでオリハルコン製はあんのかな。とりあえず鎧だな、一番重要。変わらないよね。アストリア銀っていうの持ってんだけどさ、なんかどれが強いのかわかんねえ。ジャコビニ隕石っていいんだっけ？なんか全然わからん。とりあえず作ってみよう。初めての防具作成。大して防具揃えてないし、これ見えねえ。ジャコビニアーマー、まあこれは後で見よう。じゃあ武器鍛えるでやってみましょうか。今でいくとブレイブブレイドじゃなく、あ、オリハルコン、オリハルコンって短剣なの？短剣で34の攻撃力はかなり高いな。でここにさらに、まあ、プラスする感じか。種とかやってさ意味あんのっていうのが謎だからね。まあ、34短剣じゃあ使ってみようか。せっかくオリハルコン手に入れたんで。であと見るのはミスリルアーマーから、ジャコビニアーマー弱っ。ちょっと待って、兄さんジャコビニとか弱えんだな。234とかめちゃ弱くね。ダメだ。ソルジャーメット、ブロンズブーツとかね。でも今のところ防御が弱くてやべえっていう感じにはならないから、どれだ、ダークパニッシュとか19弱え、スカルディセクト30、オリハルコン34。探検多分振りが早いと思うんだよね。なんか変なのもついてるし。そう、必殺技ないからね。よし、ちょっとこれでいきましょう。今回探検の素早い振りをちょっと見てみようとか言って、あんまり変わんなかったりしてね。じゃあワールドマップへ出ていきます。でアーティファクト、滴る緑の杖、これを。ちょ、ドラゴン系だいぶこっちに偏ってるけど、ここに置こう。ラルクは別に強くはなってないよね。たまに経験値パクられるけど、でも攻撃力的にはラルクも結構いい攻撃力してるんで。ラビそういや連れてきてるけどさ、全くいらないよね。経験値も取んないから多分レベルも上がんねえし。白の森、ここはホワイトドラゴン龍騎バディ、ん、バッディスのテリトリー。龍騎ってことはメスか。この森は俺の感覚を狂わせる何者かが邪魔をしている。え、どうしたらいい。あいつの香りをたどれば正しい道はわかるかもしれない。香りとか言われてもな。俺はあいつの香りをたどるのに専念する。戦闘はお前に任せる。香りとかだったらさ、モンスターに任せた方がいいよね。ペット細かいことは心配するな、なんとかなるさ。白砂の龍騎行こう。行こうってこっちでいいのかな。こっち向いてたけど、あ、行けない。あ、下、ん、待って、どうも道を外れたようだ。ちょっと待って待って待って、いきなりですかい。じゃあ左から行こう。そうだな、こっちからあいつの香りがしてるみたいだ。
香りをたどるなんて。お、いきなり飛んできた。なんかすげえ速いって感じはしないんだけど、どうなの？ミッチー、何回攻撃できる？俺たち。あの武器持ってのスピードが速え。3回だよね。でもなんちょっと振りが分かんねえな。しかもこれさ、戦闘にならないとさ、武器とか試せないからね。素振りができないから。さあどちら。おお、さすが変態ラルク。匂いをたどる。なんか剣形はさ、あんまりこう変わんないよね、使い勝手が。少しリーチが短いか。でもやっぱり、おお、経験値がいっぱいあるぞ。ラビ取れ。うん、まあ体験よりはさすがに早いか。あとはどれだけひるませられるか。400とかめちゃくちゃ美味しいんだけど。ここは結構な分かれ道っぽいぞ。宝箱回収してとぼけた瞳。おお、割と適当だけど合ってる。ほら、これ2ヒットしないんだな。強攻撃は、強攻撃2ヒットする。ちょっとラビわかんねえんだけど。杖、ラルク杖、普通に。やっぱり火力は高い。スナイプだが、必殺技は一応見ておこう。スキル L1、小範囲ダメージ、範囲技がいいよね。ちょっとせっかくだ、使おう。スナイプだが、あー、なるほどね、そういう感じか。アイテムばっかりな。サルタン布みたいなやつ。バディスの居場所にだいぶ近づいてきた。行こう。あの宝箱欲しい。これさ、マジで宝箱から武器とか防具とかが出てくることないよね。いや、何、こっちじゃないのか。上か、上もちょっといけたよね。てか宝箱ある、回収だけしていこう。毒の粉、あれ、こっちじゃない。何、どこだ。そうすると、おお、こっちか。だいぶ深くなってきたな、森が。ヘビ、ちょ、見えねえんだけど、俺どこにいる。こいつはあんまり経験値も、さっきすげえ経験値出たけど、誰だ。いて、巻きつか、いや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 、これ一回さ、はめられるとなかなか抜け出せないからね。トカゲの鱗、台座、ラルク、ついにここまで来てしまったか。シエラ、バディスはどこだ。ラルク、ティアマットが何をしようとしているのか分かってんの。ティアマットがお前に竜殺しを命じたのは復讐のためだけではない。この世界の源であるマナのエネルギーを自分のものにするため。そんなことは分かってる。ティアマットがマナの力で地上に蘇ったらどうなると思ってる。うるさい、シエロ。ラルク、ティアマットが地上に蘇れば、その騎士である俺も地上に蘇ることができる。邪魔をしないでくれ。私はドラグーンだ。主であるドラゴンと同様、世界秩序の管理が役目。秩序を乱そうとしている者を見逃すわけにはいかない。たとえそれが我が弟でも。あ、そうなんだ。おやめなさい、シエロ。バディス、血を分けた兄弟で争うなど許されることではない。バディスよ、おとなしくマナストーンのところへ案内してもらおう。他の2匹のように死ぬことはない。
わかりました。マナーストーンはその道をまっすぐ行ったところにあります。命拾いしたな。行きなさいラルク、そして過ちに気づきなさい。これで俺は自由になれる。もちろんティアマットも。だが手は考えてある。心配するなシエラ。お前の手の内などティアマットには読まれているよ。お前の役目は済んだ。もう俺に付き合うことはない。こんなものしかやれないが。一種白銀てか終わっちゃったよ。アーティファクトプリーズミカミックスよ。あなたはどうやら巻き込まれてしまっただけのようだけど。そうだよな、巻き込まれたとはいえかなり大罪を犯してるからな。ティアマットを止めなければ世界は大変なことになる。私が勝手なことを言ってるのは分かってる。逃げないでほしい。自分には関係ないとか。いや逃げない。ありがとう。お願いがあります。あなたの力を我々に見せてほしい。は？戦うの結局。まあいいだろう。これは何、どっちからやった方がいいのか。あ、ひたたず、何ひたたずではないか。2対1とは。いや、こっちも2人いるから。あいつも卓球使ってんな。死んだ。弾よけにはなるかな。ちょ、待って、強い。ネタ、やばい。結構なピンチだぞこれ。寝てる間一人で回復しないんだ。あ、そりゃそうだよねって。スナイプダーバー、こいつは動かないね。すげえ必殺技強いな。てかシエラ意外に邪魔だからな。ちょっと逃げよう。よみがえった。よみがえったとこすかさずこいつは狙ってくんな。気持ちはわかる。スナイプダーガーちょっと使ってこう。ほらスナイプダーガーでだいぶ減らせられる。この間はてかマジでこいつがいって、ちょっと今しゃがんでる時に当たっちゃったかな。よし、あとはとにかくはねる。待って、やっぱね探検とはいえ3回やると消えろシエラ。お前さえいなくなればもう、あとは俺も座る。大丈夫大丈夫、届かない。こいつ動かないからね。でちょっと 50% までは回復させよう。少し回復が遅いな。ラビ弾よけになれ。一発で死ぬ。何耐えたか。やるじゃないか。さすが我がペット。これで死ぬな。死んだ。よし、やつの血を無駄にはしない。ちょっと一発ずつやる。結局これが一番強いよなんだかんだで。思った通りあなたは良い力を持っている。彼をラルクお願いします。バーティス様、じゃあ経験値くれよ。試し戦だったから経験値はくんなかったのか。で結局アーティファクトが手に入ってないから、まあ、ラルクを追うか奈落に行けばいいんだよね多分。いやその前になんか手に入れたから、ちょっとマイホームに戻ろう。やっぱりオリハルコンってかさ、金属戻せないのかな。オリハルコンの探検じゃなくてオリハルコンの体験にしたいんだよね。戻す機能はないか。ちょっと手に入れたやつ、ちょっとそもそもさ手に入れたやつがさ何の種類なんだかっていうのが分かんないんだよね。アイテムなんだっけ。アストリアギン、あれアストリアギン一種白銀だっけ。金属、金属だけじゃ分かんない。でもここにあるってことは材料になるってことだよね。ここら辺の牙とかも意味が分からんから、まあいいや。とりあえず一種白銀を使って武器にしよう。やっぱもうね攻撃が全てだからこのゲーム。とりあえずどれだけ早く敵を殺せるかそれにかかってる。新しい武器で両手剣、一種白銀、一種プラチナっていうのかな、分かんないわ。
イシュブレード、そのまんまだな。で、そっからかなさらに鍛えよう。イシュブレードがどれくらい強いか。おお、強え、50からの、からの、なんか、牙とかだな、やっぱり。竜の血とか、叫び、燃え盛る羽。いや、こういうのわかんねえな。吸血鬼刃とかでさ、なんかブラッドソードみたいになんないのかな。爪系だったらでもなんか吸血鬼刃が一番下にあるけど、癒しの爪、ハサミ、巨獣の角とか、巨獣の角やってみよう。どうでしょうか。一種ブレードを鍛えた。で、結局どうなった。角攻撃力が50だったからね。オリハルコンから50、何も変わってねえわ。何も変わってねえけど、別に減ったわけでもないし、いいや。でスキルはマジでこの2つしかないからな。ラフティングクラッシュだけでいって、 R の方が使いやすいから外して R にしよう。魔法はもう全くだね。使う気になれない。ちょっと全体の魔法とかがあれば雑魚敵は楽なんだろうけど、なんかマジックパワーっていう概念がなさそうだから、あとは溜め速度かな、多分詠唱時間みたいなのが少し長くなったりしそうな気はするけど、ちょっと今回は使う気になれないんで体験できます。で、なんかすげえいい武器を拾ったらそっちに切り替えていく。基本は体験を作っていく感じで、なんか今更感はあるけど、いけるか。てかラビいまだについてきてる。こいつ誰。ドラグーンシエラ、我が主バティスの目によりラルクを追ってきた。奈落は広く深い、私一人では心もとない、力をお借りしたい。いいよ、だって断りが上にある。誰とは言ってさ、こうやって見るとちょっといまいち分かんねえな。待て、どうした。邪悪な気が漂っている。役目大義であった。ティアマット、龍騎のドラグーン、弟を取り戻しに来たか。麗しい師弟愛だな。俺は心からのお礼だ、受け取るがいい。お覚悟。人が、人っていうか敵が、いやいやいや、待って待って待って。シンクなる竜帝。おう。え、何？俺がやった？ちょっとわかんねえ。状況が飲み込めない。この程度の小細工で私を退けられると思うな、ティアマット。俺は見てるだけだったよ、だな。こいつらって、奈落の一丁目。敵ではない。下の方に行くと敵は出てくるのかな。こいつらは敵だな。ほら、まあ半径、確かに振りはね遅いけど、そんな気になるほど遅いってわけじゃないからね。やっぱ火力だな。なんかラビ今取んなかった、まあ、ラビがお金取っても大丈夫だと思うけど、あれ宝箱になってる。不思議な肉、ここじゃねえんだ。じゃあまた敵出てくるよね。そう、切り替えるたびに。これはでも対物流だな。普通の敵はちまちま攻撃していこう。お、なかなかやるじゃねえか、シエラ。あ、ラビトもそうか、あれが組めるのか。なんか近くにいるとアビリティみたいなやつ。2層。洗礼の間。
もう洗礼は受けた。何のための洗礼だったんだろう、よくわかんねえや。結局どこだ、あれなんかいる。こんなことになってしまうけど俺は諦めない。お前なら死んでここに来たのか。てか奈落ってやっぱりそういう世界なんだね。一応部屋も用意されてるなかなかいい待遇じゃないか。あ、じゃあ多分死んだキャラクターがいるとこういうところにいたりするのかな。あんまりいっぱいイベントをやった気がしないからな。死者が少ない。ここ死者の部屋か。あ、オールボーン管理室。どっか行ける？どこも行けない。行く必要はないな。一応でもこっから帰れるってことだね、地上に。え、ちょっと待って、これ一周してないか。そうだよな、これ一周してるよね。でこっちに出てくる。あれどうすればいいんだ、ここはもう関係ないか。でこいつがいるとこでしょ。じゃあここじゃないんだなと言いたいとこだけど、どっから来たっけ。あ、でここか。だってこっちも関係ないでしょ。え、奈落のこと。いやでもこっからどっか行けるわけじゃなさそうだしな。邪魔だこいつ。で結局また上に行って、こっちじゃないところから行くのか。奈落は広いからな。一層に戻ってきたけど、でとはいえどっか分かれ道があったかって言われると、ここまで戻ってきちゃったかな。地上に行ってもしょうがないからね。まあ、いや、とりあえずこいつはぶっ殺そう。ほらほら、シエラもうちょっとさ積極的に攻撃してほしいよ。スナイプだが、お前も探検か。そうか、この前探検使ってたもんな。割と鬱陶しかった。でここも部屋があって終わりでしょ。え、マジでわかんない。ちょっと探索します。あ、下に降りるとこあったわ。山荘への道。ちょっと来た気がすんなここ普通に。こいつはいたもんね。だってちょっと待って待って待って、逆向いてる。混乱してる混乱してる。待って待って待って、いてっけー、キャッチ。シエラ頼む。195か。経験値1個あたりの単価が分かんねえかな。いるな。あ、いたね、こいつらもいた。あ、ナイトが出てきたとか言ってたな。くないまい。え、まだ敵いるじゃねえか。ダビが取ったな今。15とかしょぼい。無言の、あ、いたねこいつら。さらに奥か。第3層から第4層。これが多分どっかの穴が正解なんだよね。墓場の土、基本空部屋だな。いない。でこれ多分一周するとこで、
まあ、宝箱があるんで取ってはおこう。こういうでいいのかな。まあ、1個ずつ1個ずつ入ってけば。あれ、なんだこれ。おお、なんだ、めっちゃいっぱいいる。奈落の底へ行きな。ゲッ、これさ、触れちゃいけないってやつ。待て、邪悪な気配がしている。準備はいいか。え、行こう。違う場所ではあるんだ、一応。わからん、あれは。ようやく長年の夢が叶おうとしている。よくやったら、出た、おっさん。ティアマット。我も本来の姿に戻る。こんな奈落から脱出することなど造作もない。そうはいかん、ティアマット。ラビも来ないといけないからね。地上に浮かび上がるのを見逃すものか。浮かび上がるっていう表現なんだ。お前を利用してるだけだ。わからないのか。わかってる。だから決着は俺につけさせてくれないか。聞いての通りだ、ティアマット。俺はマナパワーを集め、お前はそれを増幅させる。そして復活の時、お前は俺と戦い、勝者のみが地上復活を果たす。そういう契約だったはずだ。約束通り俺と勝負しよう。そうだったな、アルク。我がドラグーンにして最愛のパートナーよ。お前は実によく働いてくれた。契約通りおぬしと戦おう。だがその前に我の褒美を取らせようぞ。なんだこれさ、話進めない限りさ、ずっとこいつ苦しむのかな。ささやかな褒美。姉のように勇敢な強き戦士でありたいと願い続け、それを叶えてやっただけの。体が無理をきたしているってことか。いや、操ってんのか。全然ちげえ姿だった。これいきなり戦うんだろうな。だが吹っ飛ばす。いて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 、 15% か。まあまあだな。あー、来た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 。この時は逃げよう。一番遠距離は逃げよう。おお、シラいいじゃないか。3ターンかな。2ターンで倒した。どけシエラ、俺に経験値をよこせ。たまに2000あるってことが分かったかな。大丈夫か。いや大丈夫だっていうか、1回経験値になってもう終わりか。ラルク、俺のやってることは間違っている。どんな方法でもいいから生き返りたかった。安らかに眠れ。ティアマット、地上へ浮上する気か。あれ、なんかめっちゃ吹っ飛ばされたんだけど。お、奈落が変わるか。めっちゃ燃えてんだけど。これは最終決戦かも。ティアマットの城、吹き飛ばされたはずなのに無事で何よりです。おお、バディさんありがとう。私の原体、心だけここに飛ばしている。
私たちを守ってくださったんですね。自分は安全なところからな。私はラルクを救えませんでした。やつはティアマットは必ず止めてみせます。ここには強力な結界がある。一度入ったら戻れない。しかしティアマットの一人で対抗してはなりません。ラルクのように取り込まれてしまいます。ティアマットの弱さは彼が一人であること。何者も信じ何者も認めず。絆。この大地から生まれる生命は全て絆で結ばれている。その命の呼び合い、支え合う力、それがあなたたちの助けになります。あの時の言葉を覚えていますか？もう忘れたよ。なんて言ってたっけ？あちゃんと覚えてる。こいつは俺とは違う。ドラゴンでさえドラグーンという異種族を通じ世界との絆を求め生きている。それが命の真理、世界の絶対の掟。あなた方に大使との絆を託します。どうか彼を止めてやってください。共に戦おう。いやラビ、君は、まあ、ペットだからな。帰れんの？ちょっと待って、ワールドマップへ戻りますか？帰れんじゃん。まあ一応ちょっと準備って言ってもな。まあ剣はとりあえずこれでいいしね。というところで、じゃあこれはなんだ、これ落城かな、よくわかんないけど、奈落からティアマットが復活してティアマットの城に乗り込むところから次回やっていきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。